天宮徳子さんお宅にいるんですね。あ、見かかしております。子供さんと二人ですな。大変ね、あの人も一日何も考えないでのんびり遊びたいわ。そうね、徳子さん何もこんなことしなくたって楽に暮らせじゃないの。よしてよ、そんな人じゃないわ。徳子さん旦那様いるのよ。いつからやってるんだこんな商売。女に一体何ができる。そんなことで今さら不幸になったらかえってつまらないじゃないの。だってうちにいりゃクサクサしちゃうんだもん。人気臭くって私お兄さんの顔見たくないのよ。そういうもんなのよ。お互いに我慢し合ってこそやっていけんのよ。それじゃ夫婦なんてつまんない。別れた方がいいんじゃないかと聞いてるんだ。ただあなたを信じて生きてきたんです。ラララララ、少しも変わらないな、せっちゃん。ねえ、その時もしお姉さんの方から好きだって言ったら、ひろしさんどうした？結婚した？さあ、忘れたよ。昔のことだから。ひろしさん、お姉さん好きなのはいいの。